みやちゃん、みんなにありがとうの気持ちを伝えるお料理。みやちゃん、今日は大林プロデューサーに感謝の気持ちを込めた大林ライス。ちゃんと手繋がらないと。いかのだ。ここでフライパンの出番。サラダ油を入れて温めたフライパンで塩コショウを振った牛肉を炒めます。みやちゃん、もういらないの？